これどこ、ナイキ、ナイキのスカジャン、川崎エイティーズかな、ゴリゴリフェイクだぜ。すごいね、リックオンエースめっちゃ置いてあるよ。触っただけでゴムの質が違うのが分かる。やば、これ当時物のディズニーのアロハシャツ、完全にタイで作ってる。サーディーカープ、どうもわしです。ということで来ました、チャトチャックウィークエンドマーケットでございます。ですね、ここは、まあ、タイの中でも、まあ、結構最大級のね市場みたいなところですかね、に遊びに来ました。まあ、どうやら東京ドーム何十個分みたいな感じで、むちゃくちゃ広いみたいで、もう端から端まで見ようと思ったら1日じゃ見切れないぐらいね、あの広いらしいです。さっきまでね雨降ってたんですけども、なんとか晴れたのでね、ちょっと晴れてるうちにいろいろ見ちゃいましょう。チャトチャックじゃ潜入します。良さげっすね、めちゃめちゃ。ちょっとミリタリーとかいっぱいありますよ。これとかは 80s だね、 80s の 80s のフィッシュテール。これいくらだろう、いいね。値段いくらぐらいなんだろう、ちょっと値段後で聞くか。この辺、うわー、なんかねえかな。 9000 2万円ぐらいか。あー M65、かっこいい。あー This one?How much? 2000 だから8000。ちょっとしたけど8000円ならいいの。ドイツ系のもあんのか。US とドイツと、いろいろありますね。スカジャンとかもね、この辺とかは。これどこ、ナイキ、ナイキのスカジャン、やばいな、やりたい放題な。これあれかな、ナイキの適当なジャケットのボディに適当に作ってるとか、そういう感じ。ジップナイキなんだけど、これほらジップが、なんかいいのないかな。あ、これいいな、これ、この辺いいな。この辺ね、結構昔持ってたんだけど全部売っちゃったんだよね。この辺いくらで置いたんだろう、ちょっと値段次第ですね。あとこっちつなぎ、これ、あ違うか、これいいな、これ、これも売った記憶あるな。ちょっと欲しいな、この辺もう一回で、パイロット系のね、ジャンプスーツの下。サイズでかいかな。今ね、帰った時ちょうどこのぐらいだよね、多分、温度的にな。You spot it. How much? 2000 yen. Good size, good condition. It's army, good condition, expensive. Low condition, same. Yes, not same, second hand. Second hand, yes. 80年代のカナダのパーカー。これいいな、ちょっと多分あの何ボンバージャケットみたいな感じの、ジャンプスーツボンバージャケット。あ、これナイフ入れて、How much? I need 3008 16000しないぐらい、ちょっとこれ軍物買おうかな、久々に。ちょっとレザーはね関税高そうだから、ちょっとこの辺のアイテムちょっと安そうなのを見つけて買います。これ見て、ファイヤーマンのレーザー、これめちゃめちゃかっこいい。これあー、ダッフルもあるんだ。How much? Same price? OK、OK If you buy many second hands, can I discount? Yeah, OK 80s? How much? I need 3000 yen. 3000? Same, yeah、これスウェーデン軍のロングのコート、これがだいたい12000-13000ぐらい、これめちゃめちゃいいな。でもこれ買おうかな。 Can I try it? Yes. 一旦これ、あ、これいいね、これいいかもしれん。めちゃめちゃいいな、値段次第だね、あとはね。 Very good, but a little expensive. なんか T シャツのいっぱいあるお店来てるけど、面白いのあるかな。最近のやつが多いかな、割とね、これね。なんだこれ、 I get your back お前の背骨取ったぜ T シャツこういうのかっこいいな、こういうのいいね。 How much? 130バーツ。まあ、じゃあちょっとスペシャルだな。ちょっとちっちゃいけど、キャットウーマンとか、これも1300バーツ。あ、こいつあれじゃん、なんだっけ、これあのゲームのやつ、名前出てこねえ、あの復帰めちゃめちゃ弱いやつ。T シャツあるね。でもちょっちするな、安いんだけどね、600円そこらって感じか。
デニムのカスタムのお店ね。すごい、26バーツ。この辺のデニム26バーツ。安くね？これフリマで売れそうだな。34バーツ。この辺も安いね。じゃあ34バーツじゃないか。1390バーツだ。じゃあまあまあしますね。ちょっと激安の T シャツゾーン発見したんで、ディグっていきますか。ねえ、いいのあるかな。いや、むずいよな、T シャツも。安いのを探そうと思えばね、あれなんだろうけど。やっぱ激安ゾーンはなかなかいいのが出会えないな。いやー、むずい。激安ゾーンで見つけるのはむずいぞ。ちょっとこれはむずいですね。なさそうやな。一旦次行きましょうか。これなさそうや。また新たな軍物のお店。こういうの使いやすいよね。年代もね、80年代ぐらいかな、これな。まあ、80年だね。81年。ガッチガチのハンティング。すげえ。レザーもバッキバキについてる。ここのブランドさんのやつ、いいですね。これ手頃なんじゃないですか、これは。1,800円ぐらい。まあまあすんな。安いだろうけど、日本で買うよか。渡航費とか考えると、ちょっともうちょっと安くあってほしいな。いや、ハンティングをね、ちょっと出してもらったんですよ。40年代ぐらいのハンティング。ただサイズがね、ちょっとちっちゃいね。大きかったらこれ欲しかったね。だいたいこれで9500円ぐらい。まとめて買えばちょっと安くしてもらえるんだろうけど、ちょっと悩み中。見て、ビギーの T シャツ。550バーツ。ただね、M サイズなんでね、ちょっとちっちゃい。あ、こっちもビギーある。完全にこっちのビギーはなんか、作ってる感じするけどね。この辺はちょっとやばそう。これ、バンティーは結構やってんな。バンティーは結構あかんですね、これ。これパッと判別できんのかな、普通の人ね。あとあれかな、550バーツだったらって感じかな。ちょいちょい古いのも入ってはいるが、あ、こういうの好きだけどな。こういうなんかベスト風の T シャツ、あ、こんなん好きだけどな。2000円か。2000円だったらって感じだね。ちょっと次行きますか。ちょ、 T シャツはなんかヤバそうなのがちょいちょい入ってる感じだね。これ系はね、もう完全にタイで作ってるやつだね。ああ、ヴィンテージの T シャツとかが結構置いてあって、ちょっと良さげ。川崎 80s かな。ちょっとなんかノリは 80s っぽいけどね。うん、あー、いいね、いいね、いいね。ヘリックス、バンティ、この辺もいいね。ツアーティーだね、これね。この辺はなあ、どうなんだろうな。あ、この辺めっちゃいいな。この辺ちょっと大丈夫そうだな、なんか全体的に。あー、でもたまにやばいの入ってるな。でもこのアディは、このアディは多分アウトですね。このアディはまあ確実アウトっすね。これ1個出てくるとちょっと全部心配になってくるよね。ああ、これこっちもアウトだな。これ大仕入れしてる人すごいね。なんか大丈夫か。このポケモンは大丈夫そう。ポケモン。全体的にちょっとちっちゃいね。大きいの入ってたら嬉しいけど。ここなんかちょっと面白そうなのちょこちょこあるね。これ大丈夫なやつかな。パタゴニアのあの波のやつ。これはどっちだろうね。ちょっとこれ怖いけど、パタゴニア。クイックシルバー。なんかめちゃめちゃブランドって感じでもないけど、まあ、要所要所にちょっと入ってるって感じだね。ネバーレジェンド。ああ、こういうのいいじゃん。シンプルに普通に T シャツとしてね。これ。これも500円ぐらい。こっちは、こっちはナイロンか。これ探すの一苦労だな。ちょっと T シャツの男来たけど、ちょっと良さげだね、この辺。ちょっと良さげな T シャツエリアが、これ普通にいいな。あ、こういうのも可愛いじゃん。ちょっと汚れてるけど。こんなんも。いいね、こういうのいいじゃん。ここなんか結構ノリ好きかも。あ、ガーフィール。ガーフィール T。年代はそんな古くない。2000年以降のやつですね。
これ系とかどう？うん、1個が、まあ、大体2000円ちょいぐらいだけど、まあ日本で買うよか気持ちやすいかなぐらいな感じだね。あ、でも海苔いいのはまあそこそこ入ってたりするね。シーワールドシャチ、うん、両面入ってるこれ。これかわいいじゃん、うん、あ、しかもこれちょっと古いね、 80s ボディだ、いいね。いやー、いろいろ回ったんですけど、いい店はめちゃめちゃいいけど、なんか悪い店って言うとあれだけど、まあ、偽物は死ぬほど置いてあるね、うん、しかもこれいいね、本物って聞くと本物って言ってきます、怖い。ただ偽物っしょみたいな感じで言うとリプロダクトみたいな、ちょっといい言い方して売ってたりするから、まあ目利きは必要だね、来るにしても、まあ、もうちょっとヴィンテージコーナーあるみたいだったから、まあちょっとそっちも行きましょう。また T シャツのお店に来ましたけども、まあ、ちょいちょい面白いの入ってるね。この辺とかも、まあ、大体800円とか1000円ぐらい、まあ、こういったね、まあ、ちょいフルの両面とか、この辺も1000円ぐらい。ちょっとアンブロのちょっとデカデカデカ無地でもないか、ワンポイントアンブロ DC のキャラクター、これも1000円ぐらい。うーん、いいっすね。ちょっと探しますか、ここでも立候補すごいね、恥ずかしげもなくゴリゴリフェイクだぜ、すごいね。立候補めっちゃ置いてあるよちなみに本物これです、本物はこれ、偽物は、偽物はこれでございます。ペランペランやなもう触っただけでゴムの質が違うのが分かるな。あ、でもちょっとここで買うのはあれですね、やばそうですね。ミリタリーがまた置いてあるお店来ましたけど、ポンチョとかもね、こういう いいね、レタードのセーター、ちょっと裏がモコモコしてるね。ハマチ、まあ5000円しないぐらいですね、これね。この辺とか聞いてみますか。How much is that? British 5,500 baht. Discount, no problem. Very expensive for me. I know. Oh, very this one. Very cool, so very so cool. But expensive. Expensive. Where are you from? Japan. How much is Japan now? Go down also. 15,000 yen. 15,000. Then? Yeah. Not expensive. How much this? US Paga. Mm. US Paga M65 6,000. 6,000? Because M65. M51. Usually this did with food, with fun. Mm. 2万ちょいぐらい。うん。どうしましょうかね。I want this bus. Mountain. This mountain. Ski mountain Paga. 40s? 1942. 1942? China. How much this? It's 5,500. 5,000? 500. 2万円ぐらい。Cool. But so expensive. So expensive. I will sell in Japan this item, but I think a little expensive. Really? How much? How much Japan? How much you can buy? 2,000 baht. 2,000 is impossible. 2,000 baht. Impossible. No, sorry. I'm sorry. Impossible. How much did you buy? I usually buy 5,000. 5,000? 5,000 baht I buy. 5,000 baht? Buy. Yeah. I want to sell 6,000 or 6,500 usually. Sell okay, same price, no problem. Because can make another also, you know.ちょっと聞いてみますか、こうバンダナいくらになるのか。今んとこ1000円いかないぐらいなんですけど、ちょっと高いんで交渉してみたいと思います。 If I buy anything, can I discount? 50 piece at 130 50 piece at。やば、これ当時もんのディズニーのアロハシャツ。え、これめっちゃ良くない？ディズニーのアロハシャツ、これいくらなんだろう。たまにあるんだよな、こういうの。うわ、欲しい。これ安かったら買いたいな。ここちょっとね、ヴィンテージとかなんかいろいろ T シャツが売ってますね。エコーのシャツ出てきました、ロングスリーブのシャツ。How much? 400 baht 1200円。
うん、いやそれはちょっといいプライスですね。まあ、こっから安くなると思えばあれだね。これめっちゃかっこいいな。これチャップスラルフローレン。How much? 800バーツ。800バーツ。3200円。まあ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 。どうしましょうね。なんかレーシングジャケットとかジャケットの置いてあるお店発見しました。おいくらなんでしょうかね。聞いてみましょう。How much? 2500 です。 1万円。日本と変わんねえな。 How much? Yeah, same. Yeah. まあ、最初のいいねがほぼ日本と変わんないね。いやーということでね、まあまあ買いました。めちゃくちゃ暑いわタイ。特にこの屋根の中がね暑すぎてね、ちょっと汗やばいんで、もうネックレスは外します。後ほどチャットチャック内はまあぼちぼちこんな感じかな。この後ですね、レッドビルディングっていうあの建物にね行こうかなと思ってまして、まあ、そっちに行く方向でいいお店あったら、まあ、ちょっと追加で入れようかなって感じでございます。まあてな感じでね、チャットチャックは以上となります。この動画が良かったよって方はね、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。まあ、なんか動画の端に映っててあれ良かったなみたいなのあればね、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。暑い暑い。